航空母艦、航空母艦、航空母艦は航空機を多数搭載し、海上における航空基地の役割を果たす軍艦。略称は空母。1921年のワシントン軍宿会議では、水上艦船であって、もっぱら航空機を搭載する目的をもって計画され、航空機はその艦上から出発し、またその艦上に降着しうるように整備され、 基本排水量が1万トンを超えるものを航空母艦というと空母を定義している。1930年のロンドン海軍軍縮条約で基本排水量1万トン未満も空母に含まれることになった。空母は第二次世界大戦で艦隊の主力艦としての地位を確立し、機動部隊等の中枢として活躍した。大戦後の核兵器、ミサイル、 原子力潜水艦等の出現で空母の脆弱性、存在価値が議論されたが、海上作戦の実施には依然として、核子航空兵力が必須であり、海洋のどこにでも進出できる、機動性、通常戦や、核戦争から平時におけるプレゼンスに至る、様々な場面に対処切る柔軟性と、空母の防御力強化などによって、海軍力の中心的存在の地位を保持している。 空母の攻撃力の大半は空母そのものの性能ではなく搭載する航空戦力の規模や力量に左右される。攻撃の目的は主に自国軍の陸上兵力の支援と攻撃してきた勢力の軍事施設などに爆撃する報復撃がある。高度な電子頭脳を持ち自動航行装置で長距離を飛行し正確に目標に命中する小型高速ジェット機の、 トマホーク巡航ミサイルの出現によって、空母とその艦載機の戦術は、最初に巡航ミサイルで、敵防空施設、対空装備を破壊し、対空脅威のなくなった後、艦載機が命中精度の優れた大力の高性能爆弾を投下し、敵の重要施設や拠点を破壊する方法に変わった。これは、偵察衛星、無人航空機による偵察活動と連携して行われる。 アメリカが運用する空母打撃群の最大の役目は、正解権の獲得と保持にあり、その任務は、経済航路、軍事航路の防護、海兵水陸両用部隊の防護、進出から作戦地域内まで国家的関心地域におけるプレゼンスの構築の3点に集約される。空母打撃群内での大型空母の任務は、G 行動、空中、海上、 陸地に対する攻撃の攻撃力にある。空母打撃軍の搭載機の役割には次のようなものがある。地上、対艦攻撃のため、防御システムを有する敵地や敵艦隊へ接近、進行し攻撃する能力を有する F-A-18C D h o ネットまたは F-A-18E F スーパー r h o r n 戦闘攻撃機。これらは、対空戦のため、 自部隊に接近する、敵航空機を捕捉し撃墜する能力も有する。地上、対艦攻撃を効果的に行うために、敵のレーダーや通信を無力化する能力、有する EA-6B プラウラー電子戦機。上空警戒、航空管制のため、高性能レーダーを有する航空機を艦隊上空や、攻撃部隊の後方に飛ばして、空域の警戒と、 航空管制を行う E-2C ホーク愛装機、警戒機。時間の周囲に存在する潜水艦を探索して、攻撃するための SH-60FC フォーク、懲戒ヘリコプター。救難活動や、人員輸送にあたる HH-60、H レスキューフォーク、人員や荷物の輸送を担当する C-2A グレーハウンド輸送機及び後継機の、 CMV-22B オスプレー、艦上輸送機型。アメリカ海軍では、1952年10月の艦種種別変更で、攻撃目的任務の艦、クバ、攻撃型空母、アタックエアクラフトキャリア、対戦目的任務の艦、CVS、対戦空母、アンティ、サブマリンウォーフェアサポートエアクラフトキャリアと名称を分類し、 エンタープライズ、CVN-65 収益に伴い、区分、攻撃型原子力空母、ニュークリア、パワードアタックエアクラフトキャリアが追加されたが、その後、1975年6月に、多目的空母、正規空母、CV、多目的原子力空母、原子力空母、CVN の2種類に統合している。アメリカ海軍とカナダ海軍では、類別略号として、 CV を用いる。CV が何の略であるかは、諸説ある。C イコール、クルーザーとして、V は、エイビションの V という説、感情機の主翼を前から見た姿が V の字だからという、説、特に意味はなくクルーザーの C で始める略語はすでに、多くの文字が使われており、空いていたのがたまたま V であったという説。CV イコールキャリアベッセルとする説もある。ドイツにおいては、正規空母は、 RB、K 空母は RL に類別されている。また、ポルトガル語県のブラジルにおいては、正規空母は、エ、K 空母は、ナイオールに類別されている。洋上航空兵器を運用する艦船は、気球母艦が始まりである。1849年7月12日、オーストリア海軍は、気球母艦から、熱気球を発艦させ、爆弾の投下を試みたが、失敗した。 南北戦争では、ガス気球が使用され、ガス発生装置を備えた艦が建造された。1912年、フランス海軍が、機雷不設艦のラフードリを改装し、水蒸気発揮の収容設備と滑走台を設置し、世界初の水蒸気母艦を収益させた。1914年7月、第一次世界大戦が勃発。日本海軍では、 1914年8月に運送船の若宮丸を改装して特設水蒸気母艦とした。9月、若宮丸は陳田を攻略船に参加。ファルマン水蒸気を搭載し偵察行動を行う。第一次世界大戦当時、航空母艦とは水蒸気母艦のことであり、航空母艦と称するのが一般的であった。水蒸気はフロートという飛行中には役に立たない。 重量物がある分、陸上機より性能が劣っていた。そのため、列強海軍で陸上機を運用できる防艦の研究が進められ、日本海軍のように山城の手法の上に滑走路を設けて飛行機を発進させる方法やイギリス海軍用にフューリアスの全乾板の手法を撤去して飛行乾板を設ける方法で実験が行われたが、これらは発艦させることはできても着艦させることは、 できなかった。1910年11月14日、アメリカでは、軽巡洋艦、バーミンガムに仮設した滑走台から、陸上機の離艦に成功した。翌1911年1月18日には、装甲巡洋艦、ペンシルベニアの後部に着艦用艦板を仮設し、離着艦に成功した。第一次世界大戦では、陸上機を発着させられる軍艦。 後の航空母艦は出現しなかったが、戦後の1920年代初頭、日米英海軍は航空母艦と艦載機を開発した。1918年9月、世界初の全通飛行艦艦を採用した英海軍のアーガスが巡航した。第一次世界大戦終結の直前の時期であり、実戦には参加しなかった。1918年1月、 最初から空母として設計されたハーミーズがイギリスで寄港される。完成は1924年。ハーミーズに遅れて寄港したものの、世界初の心臓空母になったのは、1922年12月27日に完成した日本の法相だった。1921年、ワシントン軍縮会議において、水上艦船であって、 もっぱら航空機を搭載する目的をもって計画され、航空機はその艦上から出発し、またその艦上に膠着しうるように整備され、基本排水量が1万トンを超えるものを航空母艦というとされ、そこで締結されたワシントン海軍条約では、戦艦の保有比率が、米英に対し日本は、その6割と規定されたのと、同じく空母も米英が、 排水量13万5000トンで日本は8万1000トンと6割に当たる量であり、また各国とも建造中止となる戦艦を2隻まで空母に改造することが認められた。ワシントン海軍軍縮条約を受けた各国の空母、建造状況は以下の通り、1930年、ロンドン海軍条約が締結され、基本排水量1万トン未満も空母に含まれることになった。 ワシントン海軍条約では、基準排水量1万トン未満は、空母の保有排水量の合計に含まれないとされ、ため、日本は、基準排水量8000トンの水平甲板型の、小型空母、流城を建造しようとしたが、ロンドン海軍条約で1万トン未満も空母に、カウントされるようになると、設計変更をして、飛行機の搭載可能性をできるだけ増加させた。また、掃硫、 飛竜も当初は巡洋艦としての砲撃能力を持たせようとしていたが、この条約の影響で、島型環境を持つ空母として建造されることになった。さらに、水雷艇が転覆したともつる事件や、暴風による船体破損が起こった第四艦隊事件の影響で、武装による復元力低下、船体強度不足など基本性能の見直しがあり、総流は基準排水量が増加した。 飛竜は建造中に、ロンドン海軍条約の執行が確実となり、1936年に、日本だった流より無理のない設計となった。同時期に、アメリカは、排水量制限に余裕があり、無理のない設計で、レンジャー、ヨークタウン、エンタープライズ、フォーネット、ワスプを建造している。1936年、ワシントン・ロンドンの、 両海軍条約が発揮され、自由な設計が可能になった。日本海軍は巨峰持つ戦艦、山と武蔵の建造とともに、基準排水量2万5千トン、バルバスバウ採用による高速化、策略量450キロの魚雷直撃に耐える防御力を測った、昇格、瑞鶴」の建造に入り、 1942年初頭に完成の予定だったが、アメリカとの情勢が緊迫し、後期を半年以上短縮した。アメリカでは、基準排水量27,100トン、格納庫、甲板65ミリ、機関室、上部38ミリ、両弦102ミリの走行、サイドエレベーター装備の SX9 空母の建造に着手し、1942年末に竣工する。 第二次世界大戦前、空母とその艦載機に期待されたのは、主戦力とみなされていた戦艦の補助戦力として、艦隊防空や戦艦同士の決戦の間に、巡洋艦などと共同し、気を見て雷爆撃を加えることだった。1939年9月、第二次世界大戦が開戦。1940年11月、タラント空襲において、 イギリス軍の戦艦を中心とした艦隊に所属していた空母イラストリアスの雷撃機がイタリアの戦艦を撃沈した。1941年4月、日本は空母を主体とした第一航空艦隊を編成し、さらに真珠湾攻撃のため軍隊区分出た艦隊の補助戦力をこれに加え、史上初の傭兵思想である機動部隊を編成した。12月、 太平洋戦争の開戦時、日本が新珠湾攻撃でアメリカ艦隊の戦艦の撃沈に成功すると空母航空戦力の地位は一気に上がった。戦艦を失ったアメリカは戦艦部隊の防空兵力として行動していた空母を空母部隊にしてヒットラン作戦で日本の拠点に空襲を開始した。その後、三五海海戦、ミッドウェイ海戦で 日本の機動部隊と交戦し、日本の進攻を阻止した。日本は、戦前のワシントン海軍条約によって、空母保有量を制限されていたとき、有事の際に短期間で空母に改造できるように、設計された潜水母艦やタンカーを建造していた。それらは、太平洋戦争が始まる前後から空母に改造され、潜水母艦、オークジラは、流砲として、給油艦の、 県崎と高崎は、幸チを取りと随宝として収益した。また、水上規模艦のシトセ・チヨダも、有事の際に空母に改造できるように作られていた。シトセ・チヨダは、ミッドウェー海戦後に改造が決定する。アメリカでは空母化を目的に、特務艦艇を設計することはなかったが、太平洋戦争の海戦後、空母兵力の増強が必要になると、 基準排水量1万トン以下のクリーブランド級軽巡洋艦の船体を利用しインディペンデンス級空母級隻を建造している。1942年4月、セーロン王海戦で日本がトリンコマリー攻撃中にイギリス東洋艦隊の空母ハーミーズを撃沈する。5月、35回海戦で日本は軽空母1隻を撃沈されアメリカは 正規空母一隻及び駆逐艦一隻を撃沈された。史上初の機動部隊同士の海戦と言われる。この海戦によって日本の作戦は初めて中止された。6月、ミッドウェー海戦で日本は空母四隻を失い、アメリカは空母一隻を失った。1942年7月、日本はミッドウェー海戦で壊滅した第一航空艦隊の後継として、 第3艦隊を編成する。1944年3月1日、第2艦隊、戦艦を中心とした部隊と変合わして第1、機動艦隊が編成された。航空主兵思想に切り替わったという見方もあるが、実態は2つの艦隊を変合わしたに過ぎないという見方ある。ただ、前衛部隊を軍隊区分によらずに指揮下の部隊から、重当できるようになった。アメリカで、 本格的な空母機動部隊が編成されたのは1943年の秋に始まる反抗作戦が開始された時期からだった。アメリカ海軍は兵力を艦型別に編成するタイプ編成と臨時に作戦任務部隊を編成するタスク編成を導入し、1943年8月空母を中心とした艦隊であるタスクフォース38が編成される。 1944年6月、マリアナ沖海戦で日本はアウトレンジ戦法を実施し、アメリカは日本の攻撃隊を迎撃。日本は空母3隻を撃沈され、艦載機のほとんどを失った。マリアナの斜面取り打ちと揶揄されたこの敗北は、アメリカ海軍がレーダー、無線電話など電子技術を活用した艦艇戦闘中数 CIC 活動で、 攻撃防御両面で関西域が空母 CIC の完成を受けながら、戦可能だったことも要因であった。11月、冷凍機械戦では、日本は、機動部隊の空母4隻すべてを失う。11月15日、日本は、第一機動艦隊及び、第三艦隊を解体した。1945年8月15日、日本が降伏し、第二次世界大戦は終結。 海戦後に日本が建造に着手した空母は、運流型6隻、軍艦や商船からの改造着手は8隻であるが、完成したのは、運流型3隻、千歳型2隻、シナ野、運用、沖高、海高、新高であった。この対戦では商船を改造した空母が使用された。アメリカは、輸送船団をドイツ軍の U ボートから守るために、 貨物船やタンカーの船体を流用した護衛空母が建造された。商船を改造したものは55隻、商船とほぼ同じ設計の船体を使用したものが69隻であった。滑走路が短いため、カタパルトを総期搭載し、本来の船団護衛、対戦攻撃だけではなく、太平洋方面の上陸作戦にも使用された。日本での商船を改造した空母は、費用、 巡用など、高の文字が、完名に使われた7隻であったが、建造数も少なく、速力不足を補うカタパルトも開発できなかったので、運用する飛行機を制限された。1945年以降、冷戦が始まり、アメリカは、ソビエト本土への各攻撃能力を重要視し、比較的小型の航空機しか運用できない、航空母艦の価値が低下したと考えられていた。 海軍は海軍長官出身のジェームズ・フォレスタル国防長官の助けにより格闘祭可能な大型艦載機 A3D の運用を前提とした排水量6万5000トンの大型空母ユナイテッド・ステイツの建造を計画るがこの大きさでもジェット機の運用は困難とされ空軍の B-36 戦略爆撃機との比較の結果 B-36 に軍配が上がり ユナイテッドステーツは、飛行から5日目に建造中よされてしまう。1950年6月25日、北朝鮮が韓国へ侵攻し、朝鮮戦争が勃発する。韓国は、総崩れとなり北朝鮮はさらに南へ侵攻。急遽アメリカは、西太平洋に展開していた、SXQ、バリー・フォージュアーサ半島近海に進出させることを、決定する。途中、 バディー・フォー・ウジは、イギリス海軍コロッサス級、トライアンフと合流し、北朝鮮近海に進出、海戦8日後の7月3日から作戦に入った。空軍機の展開により対空戦闘の中心は、空軍機に譲るが、停戦までの間に11隻のエセックス級空母が参戦し、主に対地攻撃を担当した。このうち1951年以後に参加した、エセックスを含む4隻は、 ジェット機多応の回送を済ませており、ジェット機による攻撃を行った。他の7艦は、プロペラ機を搭載。朝鮮戦争の戦訓から、空母の任務として、対地攻撃が重視されるようになった。空母は即時展開可能な航空基地として有効で、あると認識されるようになり、空母を不要論は、一応の終結を見ることとなった。しかし、依然として、ジェット機運用には、問題が多く、 着艦速度が速くても正確に着艦させることができる誘導システムと重い機体を十分に加速させることができるパワーのあるカタパルトが必要であった。従来の空母は、甲板上から艦載機をすべて取り除かない限り着艦のやり直しが効かなかったため、これも改善する必要があった。1950年代、イギリスが発着を安全に行えるアングルドデッキを 考案し、1952年にアメリカが s x 級空母アンティタムを改造して最初に装備した。燃料や武器を搭載したジェット機を発艦させられる強力な蒸気型パルトがイギリスで開発され、1955年に完成したアメリカのフォレスタルから実用化された。フォレスタル6万トンは戦略核攻撃任務航空機を搭載し、アメリカ海軍は ホレスタル級の改善、収益を行いながら1968年までに8隻の通常推進型空母を建造した。1955年、アメリカは、艦線の原子力推進搭載第1号となる原子力潜水艦、ノーチラスを完成させる。通常推進に比べて、原子力推進の利点は、下記の通り。この2点は、隠密裏に、 長期の行動を要求される潜水艦にとって非常に有利であるが原子力化は航空母艦にとっても大きな利点がある。1961年収益させた3隻の空母のうち1隻を初の原子力空母エンタープライズとした。また同時に建造した原子力ミサイル巡洋艦ロング b 1 1 5 1 1 1トンベインブリッジ 7982トンと共同して原子力艦隊を作ろうとした。しかし、エンタープライズは建造費があまりにも高くなったため、次に建造された空母2隻は一旦通常推進型に戻された。1964年から始まったベトナム戦争では、エンタープライズやほぼ同じ大きさの通常推進型のホレスタル級やキティホーク級より旧型で、 小さい SX 級やミッドウェイ級など多数の空母参戦し、その中で原子力空母のメリットが改めて確認された。その結果1975年からエンタープライズをさらに改良したニミッツ級の量産建造が始まり、計10隻が建造された。ニミッツの建造に合わせてカリフォルニア級1150トン、2隻やバージニア級11000トン、4隻 の原子力ミサイル巡洋艦が建造されたが、この種の艦の建造は1980年完成のバージニア級の4番艦で終了し、その後建造されたミサイル巡洋艦はすべて、通常推進の大根でロガ級9400トン27隻となった原子力巡洋艦9隻はすべて体液済み。1960年代後半には、 アメリカ海軍の戦略核攻撃任務は弾道ミサイル潜水艦に任され同任務についていた空母上の A-5 超音速攻撃機は偵察機に改造されたが A-4 や A-6 といった戦術攻撃機は1990年頃まで核攻撃能力を有していた。イギリスでは1950年代 Z 機でも運用できる強力な蒸気カタパルト ミラーランディングシステム、アングルドデッキという現代空母の基礎となるものが開発され、空母の運用能力は大幅に向上した。しかし、イギリスでは、第二次世界大戦後に完成した4万トン級のイーグルやアークロイアル等の正規空母の後継艦の建造を1960年代に計画するものの3の面で、断念、1970年代には、 すべての正規空母は退役してしまった。一時期、空母保有を諦めたイギリス海軍は、昇海ヘリコプター多数を運用する、全通艦パン型式巡洋艦を計画したが、この計画中に、空軍で使用されていた、ーカーシドレイハリアーに目をつけ艦上機型の C ハリアーを開発。これにより満載排水量2万トンほどのインビンシブル級系空母でも、 固定翼機を運用することが可能となった。これを軽空母として定義づけした。イギリスで建造されたコロスタス級とマジェスティック級は小型の軽空母であったが蒸気型パルトとアングルドデッキの装備などの改装、解説系により最低限のジェット艦上機運用能力を持っていたため、1960年前後にカナダ・オーストラリアインドなどのイギリス連邦諸国や オランダ、ブラジル、アルゼンチンに売却、または貸与されたので、これらの国でも空母を運用している時期があった。1970年代終わりに、これらの小型空母が老朽化した際に、大半の国では後継空母の取得を諦めたが、インドはイギリス系空母、ハーミーズを購入、ビラートとして空母戦力を維持、ブラジルはフランスより、ォッシュを購入して、サンパウロとして、 戦力を維持している。1982年、アルゼンチンとイギリスとの間で行われた、フォークランド紛争が発生。軽空母とシーハリアーの組み合わせで、艦隊防空において、空戦での損失ゼロに対し撃墜23機という、予想以上の精を上げたため、スペイン、イタリア、インド体など、他の多くの国で採用されることになったが、艦載機に早期警戒能力がなかったため、 アルゼンチン攻撃機の低空攻撃を許した。後に SH-3C キングを回収し、現在までヘリコプターを早期警戒機として運用している。フォークランドオフ以後、ヘリコプターと V、S トール機、C ハリアーの組み合わせでの運用が確立され、以後建造される軽空母の方向性を決定した。S、V トール機を搭載する軽空母や強襲揚陸艦は、 ハリアーの旧式化による退役で、第五世代機の f 三十五 b の搭載が主軸になる。フランスでは、1961年以後、自国技術により、3万トン級のクレマンソ総級二隻を建造した。フランスは、政治的に、アメリカ追随ではなく、独自の歩み方をすることを選択し、対米自立外交、ド・ゴールが、大統領時代の1966年に、 北、大西洋条約機構から脱退した。以後フランスはアメリカに頼らない、独自の空母戦力維持に力を注いでおり、現在は4万トンの原子力空母、シャルルドゴル一隻を運用中である。ソビエート連邦では、海上航空勢力の整備を目指し、まず垂直離着陸機とヘリコプターを運用する4万トン級の、キエフ級航空母艦を1975年から4隻、 作った後、1991年に6万トンの重航空寿命艦、アドミラルクズネッツオフを建造した。1989年のマルタ会談での冷戦終結を受け、1991年に戦術核兵器の撤去が始まり、1992年7月には、当時のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領が航空母艦から、 戦術核兵器の撤去が完了したと発表した。2000年以降、4万から6万トン級で、クタール機を運用する、中型正規空母が各国で建造され、イギリスでは、ハリアー自体が旧式化したこともあり、このクラスの空母も次第に退役するか、空母自体は運用されていても、ハリアーの運用を終了もしくは凍結して、実質的にヘリ空母として運用されている。 インビンシブル級でのハリアーの運用2010年いっぱいで終了し、代わりに6万5千トンクラスのクイーン・エリザベス級を建造。また、インドも軽空母に代わり4万トン級中型正規空母を建造するなど、軽空母保有国から脱却しつつある。一方、軽空母保有国でも、イタリアのカブールのような多目的空母としての運用や、スペインのフアン・カルロス一世など、 強襲揚陸艦での固定翼機の運用を行う国も現れている。2006年、沖縄近海で護衛艦隊を伴った米空母、キティホークの 8km 範囲内に中国の早急潜水艦が急浮上したが、この時米軍は浮上まで同艦の存在に全く気がつかなかった。2009年、アメリカ海軍では最後の通常推進空母であった キティホークが退役し、空母はすべて原子力推進艦となった。2015年、大型ジェット機も離着陸できるメガフロート空母という構想も出ているが、速力と防御力の面で問題があるために、実用化には至っていない。空母への攻撃手段としては、通常の対艦ミサイルのほか、内陸から直接攻撃する対艦弾道ミサイルが登場している。 空母あるいは空母に準ずる艦を保有し、もしくは保有を計画する諸国の近況を以下に記す、あゆえを準。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。